スにやってきました。こちらではこちらの EOS6D と、こちらの 2470F4 こちらのレンズを紹介したいと思います。まずこちらの 6D ですけれども、特徴は何といってもこの大きさですね。世界最軽量、680g ということになると思うんですけれども、こちらの大きさ、だいぶこう手でも持っていただいた感じでもちょっと小さいのが分かるかと思います。それから、こちらのですねスピードシャッターこんな感じですね。秒 4.5 コマというふうな形でのスピードを持っています。それから、こちらのですねレンズの方ですけれども、マクロ機能がついているのが一番特徴になっています。で、こちら今 70mm の通常の場合の一番短い距離ですとこのぐらいの近さで撮ることになるんですけれども、これをマクロモードに切り替えますとなんとここまでこんなに寄れてしまいます。見てわかりますかね。再生をするとこの大きさとこのぐらいの差があります。あとこちらのですね 6D の特徴として、Wi-Fi 機能が搭載されております。こちらの方にこの Wi-Fi 機能は転送ができるんですよね、画像の。はい。これはどのようにしてやるんですかね。まずはカメラのメニューから、はい、メニューですね。はい、はい、こちらのメニューを Wi-Fi 機能こちら使うという方ですね。こちらに設定をします。使う、はい、はい、一回終了して、はい、この中で、はい、通信機器を選ぶということですね。はい、ここではスマートフォンで、はい、ということでこれを選択します。これで接続で、はい、大丈夫ですかね。はい、はい、はい、スマホの方のスマートフォンの方に、はい、はい、EOS リモートですね。リモートこちらですね。こちらを選択してこちらの方にカメラの画像表示というのがありますのでこちらを選びます。すると先ほど撮った画像がこちらに出てきますのでこれを選んでこちらですね、このスマホの、はいはい、ここを押すだけでこちらのカメラに入っているデータが今スマートフォンの方に転送されていると。それからですね Wi-Fi 機能を利用してこちらの方のスマートフォンの方からこのカメラのシャッターを切るということができるんですよね。はい、はい、でこれはこちらの今度リモート撮影の方ですか。はい、そうすると今こちらの方分かりますか。このライブビュー画面に切り替わってそれがこちらの方に映ってます。実際ちょっとピント合わせてみましょうか。こちらでピント合わせのボタンを押していくとオートフォーカスができるようになっています。あ、合いましたね。はい、はい、でこちらでシャッターを押すとあそのまま撮れてます。今の画像こちらですね。このような形で、スマートフォンでシャッターを切ることもできます。撮影体験をこちらでしますとこちらの方のですね、くじが引けます。でこのくじを引いて当たりが出ますとこちらの日本立体カメラメーカーキャノン編ということで、過去のキャノンのですね名機がですねこのようなミニチュア版になってガチャガチャが置かれてます。こちらのメダルをいただけるそうなんですね。こちらのでこのメダルを入れるとこのような形でガチャガチャを押してこちらですねカメラが中に入ってますけども、こういったプレゼントもいただけるというコーナーになってます。